不良少年とキリスト。坂口安吾。もう10日、歯が痛い。右方に氷を乗せ、鶴本剤を飲んで、寝ている。寝ていたくないのだが、氷を乗せると、寝る以外に仕方がない。寝て本を読む。太宰の本をあらかた読み返した。鶴本剤を3箱からにしたが、痛みが止まらない。是非なく、医者へ行った。 にはあ大変よろしい私の申し上げることもズルフォン剤を飲んで氷のを当てるそれだけですそれが何よりよろしいこっちはそれだけではよろしくないのである今に治るだろうと思いますこの若い医者は完璧な言葉を用いる今に治るだろうと思います 医学は主観的認識の問題であるか薬物の客観的効果の問題であるかともかくこっちは歯が痛いのだよ原子爆弾で百万人一瞬に叩き潰したってたった一人の歯の痛みが止まらなきゃ何が文明だいバカ野郎女房がズルフォ材のガラス瓶を盾に立てようとしてガチャリと倒す音響が 飛び上がるほど引くのであるこらバカ者このガラス瓶は立てることができるのよ先方は曲芸を楽しんでいるのであるお前さんはバカだから嫌いだよ女房の血相が変わる怒り骨髄に徹したのであるこっちは痛み骨髄に徹しているぐさりと担当を方へえき刺す ええとえぐる。気持ち、よきにあらずや。喉にぐりぐりができている。そこが、うずく。耳が痛い。頭の芯を、電気のようにヒリヒリする。首をくくれ。悪魔を滅ぼせ。退治せよ。進め。負けるな。戦え。かの三分分子は、悲痛によって、ついに、首をくくってしせり。 決死の血相、ものすごし、闘志十分な力、偉大、褒めてくれねえだろうな、誰も、歯が痛い、などいうことは、目下、歯が痛い人間以外は、誰も同感してくれないのである。人間冒徳、と怒ったって、悲痛に対する不同感が人間冒徳かねしからば、悲痛冒徳、いいじゃないですか。 しつうぐらい。やれやれ。歯は、そんなものでしたか。新発見。たった一人、銀座出版のマスキン編集局長という、珍妙な人物が、同情を寄せてくれた。うむ、安吾さんよ。まさしく、歯は痛いもんじゃよ。歯の病気と生殖器の病気は、同類項の陰鬱じゃ。うまいことを言う。まったく、 影にこもっているしてみれば、借金も同類ル以降だろう。借金は陰鬱なる病気や。不治の病いや。これを退治せんとするも、人力の及ぶべからず。ああ、悲しい、悲しい。悲痛をこらえて、にっこり、笑う。ちっとも、えらくねえや。このバカ野郎。ああ、悲痛に泣く。蹴飛ばすぞ。 このバカ者。歯は何本あるか。これが問題なんだ。人によって歯の数が違うものだと思っていたらそうじゃないんだってね。変なところまで似せやがるよ。そうまでしなくったっていいじゃないか。だから俺は神様が嫌いなんだ。なんだって歯の数まで同じに仕上がるんだろう。 め。まったくさ。そういう貴重面めなやり方はきちがいのものなんだ。もっと素直になりやがれ。悲痛をこらえてにっこり笑う。にっこり笑って人を斬る。黙って座ればぴたりと治る。お助けじいさんだ。なるほど信者がたかるはずだ。よはしによって十日間。 男爵を起こせり女房は親切な力枕頭にはべり金だらいに氷を入れタオルを絞り5分間おきに世のほっぺたに乗せ替えてくれたり怒り骨髄に手すれど色にも見せず低宿女大学な力10日目治ったうむいくらか治った女という動物が 何を考えているか、これは、利口な人間には、わからんよ。女房、途端に結層変わり、10日間、私を、いじめたな。世はぶん殴られ、蹴飛ばされたり、ああ、世の死するや、女房途端に結層変わり十生涯、私を、いじめたな、と、世の亡骸を殴り、首を絞めるべし。途端に、世、生き返れば、 面白し段数をくる懐より高価なるタバコを取り出し貧乏すると贅沢になるたんまりお金があると二十円の手巻きを買うとつぶやきつつ世に一個くれたり太宰が死にましたね死んだから葬式に行かなかった死なない葬式があるもんか真弓は太宰と一緒に。 共産党の細胞とやらいう生物活動をしたことがあるのだ。その時太宰は生物の親分革で丹和夫の話によると一段中で最も真面目な党員だったそうである。飛び込んだ場所が自分のうちの近所だから今度は本当に死んだと思った。真弓仙人は神木を垂れてまた曰くまたいたずらしましたね。 何かしららいたずすするです死んだ日が13日、グッドバイが13回目、なんとか、なんとか、13。真弓1000人は13をずらりと並べた。点で気がついていなかったから、私はあっけに取られた。1000人の眼力である。太宰の死は、誰より早く、私が知った。まだ新聞へ出ないうちに、 のの記者が知らせに来たのであるそれを聞くと私は直ちに置き手紙を残して行方をくらました新聞雑誌が多宰のことで襲撃すると直角に及んだからで多宰のことは当分語りたくないからと来訪の記者書士に宛て書き残して家を出たのであるこれが間違いの元であった新聞記者は 私の置き手紙の皮膚が新聞記事よりも早いので怪しんだのだ。太宰の自殺が狂言で私が二人をかくまっていると思ったのである。私も初め生きているのじゃないかと思った。しかし皮っぷちにずり落ちた跡がはっきりしていたと聞いたのでそれでは本当に死んだと思った。釣り落ちた跡までいたずらはできない。 新聞記者は、拙者に弟子入りして、探偵小説を勉強しろ。新聞記者の勘違いが本当であったら、大いに良かった。1年間ぐらい、太宰を隠しておいて、ひょいと生き返らせたら、新聞記者や世の、良識ある人々は、ガンガンと怒るかもしれないが、たまには、そんなことがあっても、いいではないか。本当の自殺よりも 表現自殺を企む太宰の文学はもっと優れたものになったろうと私は思っているブランデン氏は日本の文学者どもと違って鑑識ある人である太宰の死に触れて自進歩を文学者がメランコリーだけで死ぬのは霊が少威対外虚弱から追い詰められるもので太宰の場合も廃病が一因ではないか という説であった芥川もそうだ。シナで感染した梅毒が貴族趣味のこの人を震え上がらせたことが思いやられる。芥川や太宰の苦悩にもはや梅毒や廃病からの圧迫が慢性となって無自覚になっていたとしても自殺へのコースを開いた圧力の大きなものが彼らの虚弱であったことは本当だと私は思う。ダザイは MC ・マイ・コメジアンを自称しながら、どうしても、コメジアンになりきることが、できなかった。晩年のものでは、どうも、いけない。彼は、晩年という小説を書いてるもんで、こんぐら買って、いけないよ。その詩に、近き頃の作品におては、舌が回らんね、斜用が最も優れている。しかし、10年前の、漁服期。 これぞ晩年の中にありは素晴らしいじゃないかこれぞ MC の作品です社用もほぼ MC だけれどもどうしても MC になりきれなかったんだね父だの冒頭だの苦しいよあれを人に見せちゃいけないんだあれは二日酔いの中にだけあり二日酔いの中で処理してしまわなければいけない性質のものだ 二日酔いのもしくは二日酔い的の自責や追加の苦しさ切なさを文学の問題にしてもいけないし人生の問題にしてもいけない死に近き頃の太宰は二日酔い的でありすぎた毎日がいくら二日酔いであるにしても文学が二日酔いじゃいけない舞台に上がった MC に二日酔いは許されないのだよ覚醒剤を飲みすぎ 心臓が爆発しても舞台の上の二日酔いは食い止めなければいけない芥川はともかく舞台の上で死んだ死ぬ時もちょっと役者だった太宰は13の数をひねくったり人間失格グッドバイと時間をかけて筋を立て筋書き通りにやりながら結局舞台の上ではなく二日酔い的に死んでしまった 二日酔いを取り去れば、太宰は、健全にして、生前たる常識人、つまり、マットウの人間であった。小林秀夫が、そうである。太宰は、小林の常識性を笑っていたが、それは間違いである。真に、正しく生前たる常識人でなければ、誠の文学は、書けるはずがない。今年の一月何日だか。 小田作之助の一周忌に酒を飲んだとき、織田夫人が2時間ほど遅れてきた。その時までに、一座は大いに酔っ払っていたが、誰か織田の何人かの隠していた女の話を始めたので、そういう話は今のうちにやってしまえ、織田夫人が来たら、やるんじゃないよ。と私が言うと、そうだ、そうだ、本当だ。 間髪を入れず、大声で相づちを打ったのが、太宰であった。先輩を訪問するに、袴を吐き、太宰は、そういう男である。健全にして、生前たる、本当の人間であった。しかし、M、C になれず、どうしても二日酔い的になりがちであった。人間、生きながらえば恥を押し。しかし、文学の M、C には、 人間の恥はあるが二日酔いの恥はない。社用には変な敬語が多すぎる。お弁当をお座敷に広げてごじさ産のウイスキーをお飲みになりといった具合にそうかと思うと和田お父が汽者に乗ると上機嫌に歌いようなるというようにいかにも貴族の月並みな文切り方で作者というものはこんなところに。 文学のまことの問題はないのだから平気なはずなのに実に二日酔い的に最も赤面するのがこういうところなのである全くこんな赤面は無意味で文学にとって取るにも足らぬことだところが志賀直哉という人物がこれを取り上げてやっつけるつまり志賀直哉なる人物がいかに文学者でないか 単なる文章家に過ぎんということがこれによって明らかなのであるがところがこれがまた二日酔い的には最も急所をついたもので太宰を赤面混乱させ逆上させたに相違ないもともと太宰は調子に乗ると二日酔い的に滑ってしまう男で彼自身が志賀直哉の「お殺し」という敬語が「体をなさん」と言ってやっつける。 一体にこういうところには多彩の一番隠したい秘密があったと私は思う彼の小説には初期のものから始めて自分が良家の出であることが書かれすぎているそのくせ彼は亀井勝一郎が何かの中で自ら名門の指弟を名乗ったらゲ名門笑わせるな名門なんて嫌な言葉そう言ったが なぜ名門がおかしいのかつまり太宰がそれにこだわっているのだ名門のおかしさがすぐ響くのだ志賀直哉のお殺しもそれが彼に引く意味があったのだろうフロイドに語尾の訂正ということがある我々がつい言葉を言い間違えたりするとそれを訂正する意味で無意識のうちに類似の間違いをやって 合理化しようとするものだ二日酔い的な衰弱的な心理には特にこれがひどくなり赤面逆上的混乱苦痛とともに五粒の定性的発狂状態が起こるものである太宰はこれを文学の上でやった思うに太宰はその若い時から家出をして女の世話になった時などに良家の指定時には 家族の指定ぐらいのところを気取っていたこともあったのだろう。その手で飲み屋を騙して借金を重ねたこともあったかもしれぬ。二日酔い的に衰弱した心には遠い一生のそれらの恥の数々が赤面逆上的に彼を苦しめていたに相違ない。そして彼はその小説で五病の訂正をやらかした。フロイドの五病の訂正とは 尾を素直に訂正することではなくてもう一度類似の誤尾を犯すことによって訂正の辻褄を合わせようとする意味であるけだし率直な誤尾の訂正つまり善なる建設への積極的な努力を太宰はやらなかった彼はやりたかったのだその憧れや良識は彼の言動にあふれていたしかしやれなかった そこには、確かに、巨弱の影響もある。しかし、巨弱に攻めを負わせるのは整理ではない。確かに、彼が、安易であったせいである。M、C になるには、二日酔いを殺して、かかる努力がいるが、二日酔いの嘆きに溺れてしまうには、努力が少くて済むのだ。しかし、なぜ、安易であったか、やっぱり、巨弱に帰するべきであるかもしれぬ。 昔太宰がにやりと笑って田中秀光に教訓を垂れたファンレターにはうるさがらずに返事をかけよお得意様だからな文学者も商人だよ田中秀光はこの教訓に従ってせっせと返事を書くそうだが太宰がせっせと返事を書いたかあんまり書きもしなかろうしかしともかく太宰が 相当ファンにサービスしていることは事実で去年私のところへ金沢だかどこかの本屋の親父が牙城だかどうだか中を開けてみなかったが相当厚みのあるものであったを送ってよこして一筆書いてくれという包みを開けずにほったらかしておいたら時々催促が来てそのうちあれは非常に高価な紙を無理して買ったものでもう 何々さん、何々さん、何々さん、太宰さんも書いてくれた、世は、汝坂口先生の人格を信用している、というような変なことが書いてあった。虫の居所の悪い時で、私も腹を立て、変な因縁をつけるな、若者目、と、包みをそっくり送り返したら、このきち違い目、と怒った返事が来たことがあった。その時のハガキによると、 太宰は絵を描いてそれに書を加えてやったようである相当なサービスと申すべきであろうこれも彼の虚弱から来ていることだろうと私は思っている一体に女優男優はとにかく文学者とファンということは日本にも外国にもあんまり話題にならない大体現世的な俳優という仕事と違って文学は 歴史性のある仕事であるから文学者の関心は現世的なものとは交わりが浅くなるのが当然でバレるいはじめ崇拝者に取り巻かれていたというマラルめにしても木曜会の漱石にしてもファンというより門弟で一応才能の資格が前提されたつながりであったろう太宰の場合はそうではなく映画ファンと同じようでこういうところは 芥川にも似たところがある私はこれを彼らの肉体の虚弱から来たものと見るのである彼らの文学は本来孤独の文学で原世的ファン的なものとつながるところはないはずであるのにつまり彼らは舞台の上の MC になりきる強靭さが欠けていてその弱さを原世的に補うようになったのだろうと私は思う結局は それが彼らを死に追いやった。彼らが現世を突っぱ寝ていれば彼らは自殺はしなかった。自殺したかも知れぬ。しかしともかくもっと強靭な MC となりさらに優れた作品を書いたであろう。芥川にしても太宰にしても彼らの小説は心理通り人間通りの作品で思想性はほとんどない。 虚無といいうもののはは思想ではないのでなある人間そのものに付属した生理的な精神内容で思想というものはもっとバカなおっちょこちょいなものだキリストは思想でなく人間そのものである人間性虚無は人間性の付属品だは永遠不変のものであり人間一般のものであるが個人というものは 50年しか生きられない人間で、その点で、唯一の特別な人間であり、人間一般と違う。思想とは、この個人に属するもので、だから、生き、また、滅びるものである。だから、元来、おっちょこちょいなのである。思想とは、個人が、ともかく、自分の一生を大切によりよく生きようとして、工夫を凝らし、 必死に編み出した策であるが、それだから、また、人間、死んでしまえば、それまでさ、悪クするな、と言ってしまえば、それまでだ。太宰は、悟りすまして、そう言い切ることもできなかった。その癖よりよく生きる工夫を施し、青臭い思想を恐れず、バカになることは、なお、できなかった。しかし、そう悟りすまして、霊 人生を迫害ししてもちっとも救われもせず偉くもないそれを太宰は嫌というほど知っていたはずだ太宰のこういう救われざる悲しさは太宰ファンなどいうものには分からない太宰ファンは太宰が霊前、白眼に青臭い思想や人間どもの悪あがきを霊笑して二日酔い的な自虐作用を見せるたびに喝采していたのである 太宰は二日酔い的では、ありたくないと思い、最も,もそれを知っていたはずだ。どんなに青臭くても構わない、幼稚でも、いい、よりよく生きるために、世間的な善行でも、何でも、必死に工夫して、良い人間になりたかったはずだ。それをさせなかった者は、もろもろの彼の虚弱だ。そして、彼は、現世のファンに迎合し、 歴史の中の MC にならずに、ファンだけのための MC になった。人間失格、グッドバイ、13、なんて、いやらしい、げ他人がそれをやれば、太宰は、必ず、そういうはずではないか。太宰が死に損なって、生き返ったら、いずれは二日酔い的に赤面のぼせ、大混乱、苦悶の挙句、人間失格、グッドバイ自殺、いやらしい。 そういうものを描いたに決まっている太宰は時々本物の MC になり光か焼くような作品を描いている漁服器、車用その他昔のものにもいくつとなくあるが近年のものでも男女同権とか親友交換のような軽いものでも立派なものだ堂々見上げた MC であり 歴史の中の MC ぶりである。けれども、それが持続ができず、どうしても、二日酔いの MC になってしまう。そこから持ち直して、本物の MC に、戻る。また、二日酔いの MC に戻る。それを繰り返していたようだ。しかし、その度に、語り方がうまくなり、良い語り手になっている。 文学の内容は変わっていない。それは、彼が人間通りの文学で、人間性の原本的な問題のみ取り扱っているから、思想的な生成変化が見られないのである。今度も、自殺をせず立ち直って歴史の中の MC になりかえたなら、彼は、さらに、巧みな語り手となって、美しい物語をサービスしたはずであった。大体に、 二日酔い的自虐作用は分かりやすいものだから、深刻好きな青年の喝采を博すのは当然であるが、太宰ほどの高い孤独な魂が二日酔いの MC に引きずられがちであったのは、虚弱のいたすところ、また、一つ、酒のいたすところであったと私は思う。ブランデン氏は虚弱を見破ったが、私は、もう一つ、酒、この、 極めて通俗な魔物をつけ加える。多ざの元年は二日酔い的であったが、また、実際に、二日酔いという通俗極まる者が、彼の高い孤独な魂を蝕ばんでいたのだろうと思う。酒はほとんど中毒を起こさない。先日、猿る精神病院の話によると、特に、日本には神聖アル中というものは、ほとんどないよである。けれども、 酒を麻薬にひず、料理の一種と思ったら、大間違いですよ。酒は、うまいもんじゃないです。僕は、どんなウイスキーでもコニャックでも、息を殺して、ようやく飲み下しているのだ。酔っ払うために、飲んでいるです。用途、眠れます。これも効用の一つ。しかし、酒を飲むと、いが、酔っ払うと、忘れます。 いや別の人間に誕生しますもしも自分というものが忘れる必要がなかったら何もこんなものを私は飲みたくない自分を忘れたい嘘つけ忘れたきゃ年中酒を飲んで酔い通せこれをデカダンと称すースへりを言ってはならぬ私は生きているのだぜさっきも言うとおり 人生五十年、たかが知れてらあ、そういうのがあんまり優しいから、そう言いたくないと言ってるじゃないか。幼稚でも、青臭くても、泥臭くても、なんとか生きている証を立てようと心がけているのだ。年中酔い通すぐらいなら、死んでない。一時的に自分を忘れられるということは、これは、魅力あることですよ。確かに、これは、 現実的に偉大なる魔術です。昔は金50銭ギザギザ1枚握ると新橋の駅前でコップ酒5杯飲んで魔術が使えた。近頃は魔法を使うのは容易なことじゃないですよ。太宰は魔法使いに失格せずに人間に失格したです。と思い込み遊ばしたです。もとより太宰は 人間に失格してはいない。な二日酔いに赤面逆上するだけでも赤面逆上しない敦原よりもどれぐらい真っ当に人間的であったか知れぬ小説が書けなくなったわけでもないちょっと一時的に MC になりきる力が衰えただけのことだ太宰は確かにある種の人々にとっては付き合いにくい人間であったろう 例えば、太宰は、私に向かって、文学界の同人についなっちゃったが、あれ、どうしたら、いいかね、と言うから、いいじゃないか、そんなこと、ほったら貸しておくがいいさ。あ、そうだ、そうだ、と喜ぶ。その後で、人に向かって、坂口安吾に、こうわざとしょげてみせたら、案の定大先輩ぶって、ぽんと胸をたたかんばかりに、 いいじゃないか、ほったらかしとけ、だってさ、など、面白おかしく言いかねない男なのである。多くの旧友は、太宰のこの式の手に、太宰を嫌がって離れたりしたが、無論、この手で、友人たちは傷つけられたに相違ないが、実際は、太宰自身が、我が手によって、内さらに傷つき、赤面逆上したはずである。もとより、これらは、 彼自身がその作中にも言っているとおり、現に、眼前の人へのサービスに、ふと言ってしまうだけのことだ。それぐらいのことは、同様に、作家たる友人連、知らないはずはないが、そうと知っても不快と思う人々は彼から離れたわけだろう。しかし、太宰の内々の赤面のぼせ、慈悲、その苦痛は、ひどかったはずだ。その点。 彼は信頼に足る誠実感であり健全な人間であったのだだから太宰は座談ではふとこのサービスをやらかして内々赤面逆上に及ぶわけだがそれを文章に書いて羽織らぬところが太宰の弟子の田中秀光となると座談も文学も区別なしにこれをやらかしておりその後で内々どころか大っぴらに 赤面混乱逆上など書き飛ばしてそれで当人救われた気持ちだから助からない太宰はそうではなかったもっと本当につつましく経験で誠実であったのであるそれだけ内々の赤面逆上はひどかったはずだそういう慈悲に人一倍苦しむ太宰に酒の魔法は必需品であったのが当然だしかし 酒の魔術には二日酔いという家具はしからぬ付属品があるから困る火に油だ料理用の酒には二日酔いはないのであるが魔術用の酒にはこれがある精神の衰弱器に魔術を用いると因子がちでありええママよ死んでもいいやと思いがちで最も強烈な自覚症状としてはもう仕事もできなくなった 文学も嫌になったこれが自分の本音のように思われる。実際は二日酔いの幻想で、そして病的な幻想以外にもう仕事ができないという絶対絶命の場は実在いたして羽織らぬ。多才のような人間通りいろいろ知り抜いた人間でもこんな俗なことを思い誤る。無理はないよ。酒は魔術なのだから。 俗でも、船舶でも、敵が魔術だから、知っていても、陣地は及ばぬ。ローレライです。太宰は、悲しい。ローレライに、してやられました。上司だなんて、大嘘だよ。魔術使いは、酒の中で、女に惚れるばかり。酒の中にいるのは、当人でなくて、別の人間だ。別の人間が惚れたって。 当人は、知らないよ。第一、本当に惚れて、死ぬなんて、ナンセンスさ。惚れたら、生きることです。太宰の遺書は、体をなしていない。めちゃめちゃに酔っ払っていたようだ。十三日に死ぬことは、あるいは、ないない考えていたかもしれぬ。ともかく、人間失格、グッドバイ、それで自殺、まあ、 それと内々筋は立てあっても必ず死なねばならぬはずでもない必ず死なねばならぬそのような絶対絶命の思想とか絶対絶命の場というものが実在するものではないのである彼の二日酔い的衰弱が内々の筋を次第にのっぴきならないものにしたのだろうしかしスタコラサッチャンが 嫌だと言えば、実現はするはずがない。太宰がめちゃ酔って、言い出して、さっちゃんが、それを決定的にしたのであろう。さっちゃんも、大酒のみのよしであるが、その遺書は、尊敬する先生のお供をさせていただくのは、身に余る幸福です。というような整ったもので、一向に酔った後はない。しかし、太宰の遺書は、 書体も文章も体を成しておらず、途方もない御命邸に相違なく、これが自殺でなければ、あれ、夕べは、あんなことをやったか、と、二日酔いの赤面逆情があるところだが、自殺とあっては、翌朝、目が覚めないから、ダメである。太宰の遺書は、体を成していなすぎる。太宰の死に近い頃の文章が、二日酔い的であっても、ともかく、 現世を相手の MC であったことは確かだ。もっとも「ニョゼ・ガモン」の最終回4回目かはひどい。ここにも MC はほとんどいない。あるものは愚痴である。こういうものを書くことによって彼の内々の赤面逆上はますますひどくなり彼の精神は消耗して一人息苦しく切なかったであろうと思う。 しかし、彼が MC で亡くなるほど、身近かのものから喝采は起こり、その愚かさを知りながら、うんざりし、つつ、喝采の人々を目当てに、それに合わせていったらしい。その点では、彼は最後まで、MC ではあった。彼を取り巻く、最も狭いサークルを相手に。彼の遺書には、その狭いサークル相手の MC すらもない。 子供が凡人でも勘弁してやってくれ、という。奥さんには、あなたが嫌いで死ぬんじゃありません、とある。井伏さんは悪人です、とある。そこにあるものは、泥水の創造しさばかりで、全く、M、C は、おらぬ。だが、子供が凡人でも、勘弁してやってくれ、とは、切ない。凡人でない子供が、彼はどんなに欲しかったろうか。 凡人でも我が子が哀れなのだ。それでいいではないか。太宰はそういう当たり前の人間だ。彼の小説は彼がまっとうな人間、小さな善良な健全な整った人間であることを承知して読まねばならないものである。しかし子供をただ哀れんでくれとは言わずに特に凡人だからと言っているところに。 多宰の一生を貫く切なさの鍵もあったろう。つまり、彼は、非凡に疲れた類の正位見栄坊でもあった。その見栄坊自体、通俗で常識的なものであるが、志賀直屋に対する、女性我門の愚痴の中でも、このことは暴露している。宮様が、身につまされて愛読した、それだけでいいではないか、と、多宰は、志賀直屋に食ってかかっているのであるが、 日頃の MC の優れた技術を忘れると彼は通俗そのものであるそれでいいのだ通俗で常識的でなくてどうして小説が書けようぞ太宰が終生ついにこの一時に気づかず妙な喝采に合わせて二日酔いの自虐作用をやっていたのがその大西洋湾なのである繰り返して言う通俗 常識そのものでなければ優れた文学は書けるはずがないのだ。太宰は通俗常識のまっとうな典型的人間でありながらついにその自覚を持つことができなかった。人間を割り切ろうなんて無理だ。特別ひどいのは子供というやつだ。ひょっこり生まれてきやがる。不思議に私には子供がない。 ひょっこり生まれかけたことが、二度あったが、死んで生まれたり、生まれて、途端に死んだりした。おかげで、私は、未だに、助かっているのである。全然、無意識のうちに、へんてこりんに腹が膨らんだりして、にわかに、その気になったり、親みたいな心になって、そんな風にして、人間が生まれ、育つのだから、バカらしい。人間は、 決して親の子ではないキリストと同じようにみんな牛小屋か便所の中かなんかに生まれているのである親がなくとも子が育つ嘘です親があっても子が育つんだ親なんてバカなやつが人間ずらして親ずらして腹が膨れてにわかに凍てて親らしくなりやがった出来損ないが 動物とも人間ともつかないへんてこりんな憐れみをかけて影にこもって子供を育てやがる。親がなきゃ子供はもっと立派に育つよ。太宰という男は親兄弟家庭というものに痛めつけられた妙地麒麟な不良少年であった。生まれがどうだとつまらんことばかり言ってやがる。脅迫観念である。 その挙句、奴は、本当に、家族の子供、天皇の子供かなんかであればいい、と内々思って、そういうくだらん無双が、奴の内々の人生であった。太宰は、親とか兄とか、先輩、長老というと、もう頭が上らんのである。だから、それをやっつけなければならぬ。口惜しいのである。しかし、奮いついて泣きたいぐらい。 愛情を持っているるのであるこういうところは不良少年の典型的な心理であった。彼は40になってもまだ不良少年で不良青年にも不良老年にもなれない男であった。不良少年は負けたくないのである。なんとかして偉く見せたい。首をくって死んでも偉く見せたい。 宮様か天皇の子供でありたいように死んでもえらく見せたい。四十になっても多罪の内々の心理はそれだけの不良少年の心理でその浅はかなことを本当にやりやがったからむちゃくちゃなやつだ。文学者の死そんなもんじゃない。四十になっても不良少年だったミ手テコリンの出来損ないが知事に乱れてとうとうやりやがったのである。 全く笑わせるやつだ。先輩を訪れる、先輩と称し、羽織墓までやってきやがる。不良少年の神器である。礼儀正しい。そして、天皇の子供みたいに、日本一、礼儀正しいつもりで嫌がる。芥川は、太宰よりも、もっと大人のような、利口のような顔をして、そして、秀才で、おとなしくて、 うぶらしかったが、実際は、同じ不良少年であった。二重人格で、もう一つの人格は、懐にドスを飲んで、縁日かなんかぶらつき、小娘を脅迫、口説いていたのである。文学者、もっと、ひどいのは、哲学者、笑わせるな。哲学。何が、哲学来。何でもありゃしないじゃないか。試作解き上がる。 ヘーゲル、西田喜太郎難題、バカバカしい。60になっても、人間なんて、不良少年、それだけのことじゃないか。大人ぶるない。瞑想解きやがる。何を瞑想していたか。不良少年の瞑想と、哲学者の瞑想と、どこに違いがあるのか。持って回っているだけ、大人の方が、バカな手間がかかっているだけじゃないか。 芥川も太宰も不良少年の自殺であった不良少年の中でも特別弱虫泣き虫小僧であったのである腕力じゃ勝てない理屈でも勝てないそこで何か引き合いを出してその権威によって自己主張をする芥川も太宰もキリストを引き合いに出した 弱虫の泣き虫小僧の不良少年の手である。ドストエフスキーとなると、不良少年でも、ガキ大将の腕術があった。奴ぐらいの腕術になると、キリストだの、何だの引き合いに出さぬ。自分がキリストになる。キリストをこしらえやがる。全く、とうとう、こしらえやがった。ありょうという、死の直前に、ようやく、間に合った。 そこまでは、死に滅裂であった。不良少年は、死に滅裂だ。死ぬ、とか、自殺、とか、くだらぬことだ。負けたから、死ぬのである。勝てば、死にはせぬ。死の勝利、そんな馬鹿な論理を信じるのは、お助けじいさんの虫切りを信じるよりもアホーらしい。人間は、生きることが、全部である。死ねば、 なくなる名声だの芸術は流しバカバカしい私は幽霊は嫌いだよ死んでも生きてるなんてそんな幽霊は嫌いだよ生きることだけが大事であるということたったこれだけのことが分かっていない本当は分かるとか分からんという問題じゃない生きるか死ぬか2つしか ありやせぬおまけに死ぬ方はただ亡くなるだけで何もないだけのことじゃないか。生きてみせやり抜いてみせ戦い抜いてみなければならぬ。いつでも死ねる。そんなつまらんことをやるな。いつでもできることなんかやるもんじゃないよ。死ぬ時はただ無に帰するのみであるという。 このつつましい人間のまことの義務に忠実でなければならぬ。私はこれを人間の義務と見るのである。生きているだけが人間で、あとはただ白骨、いが、無である。そしてただ生きることのみを知ることによって正義、真実が生まれる。小と死を論ずる宗教だの哲学などに正義も真理もありはせぬ。 あれは、おもちゃだ。しかし、生きていると、疲れるね。かく言う私も、時に、無に返そうと思う時があるですよ。戦い抜く、言うは安く、疲れるね。しかし、度胸は、決めている。これが火でも、生きる時間を、生き抜くよ。そして、戦うよ。決して、負けぬ。負けぬとは、 戦うということです。それ以外に勝負などありやせぬ。戦っていれば負けないのです。決して勝てないのです。人間は決して勝ちません。ただ負けないのだ。勝とうなんて思っちゃいけない。勝てるはずがないじゃないか。誰に何者に勝つつもりなんだ。 時間というものを無限と見てはいけないのである。そんな大げさな子どもの夢みたいなことを本気に考えてはいけない。時間というものは自分が生まれてから死ぬまでの間です。大げさすぎたのだ。限度。学問とは限度の発見にあるのだよ。大げさなのは子どもの無双で学問じゃないのです。 原子爆弾を発見するのは学問じゃないのです。子供の遊びです。これをコントロールし、適度に利用し、戦争などせず、平和な秩序を考え、そういう限度を発見するのが学問なんです。自殺は学問じゃないよ。子供の遊びです。はじめから、まず、限度を知っていることが必要なのだ。私は、 この戦争のおかげで、原子爆弾は学問じゃない、子どもの遊びは学問じゃない、戦争も学問じゃない、ということを教えられた。大げさなものを買いかぶっていたのだ。学問は限度の発見だ。私はそのために戦う。